皆様こんにちは、ロリン座のペラベです。この動画はですね、高価買取をまとめてお話しさせていただき、お売りに行かれた際にバイヤーから高値が引き出せる、心強い動画となっております。はい、今日はですね、もう早速行かせていただきたいと思います。はい、こちらなんですけれども、今日はザラですね。はい、このザラなんですけれども、ロリザは別に高級品を扱うお店ではございません。ザラも大歓迎でございます。インポートセレクトショップという括りなんですけれども、一応もちろんドメスティックブランドも大丈夫です。ザラも大丈夫です。はい、こちらもですね、ちょっとスタンドブルゾン風ドンキーカラーに、こう縦のすっきりしたシルエット、あとジップのこう、なんていうんですか、こうメタルジップですね、かっこいい作りになっております。ここにもストラップがついてますね。はい、ザラとかはですね、海外に行かれた時にもうちょっと暑いからとりあえず買っとこうとかですね、もうとりあえず空港にあったから、あ、これシンガポールだけかもしれないんですけど、とりあえず買っだけどあんまり着なかったなって言われる方とか結構持ってきていただきたりするんですけれども、やはりですね、やっぱそういった方も、結構いらっしゃいますので、ぜひ、ザラお売りくださいませ。ザラでですね、よく思い出すのがアバクロとかですね、そのような、ブランドをよく思い出すんですけれども、やっぱり人気があるときはですね、皆さんアバクロってたくさん買われるんですね。で、人気はまあ、エアロポステルもそうですけども、ドーンと下がった時にはもう売りたくてもほとんど売れない、売ってもっていうので、もう皆さん捨てちゃったりされるんですね。そうなる前のザラです。はい、ザラもですね、やっぱり人気ブランドというのは絶対に限りがございます。定着しても10年持てばもう大成功だというような、もう過酷な競争ですのでね、やはりもう皆様のお客様の、気持ちは移ろいやすいというかですね、ちょっと陳腐化するのがこう早いといったようなことも多々ありますので、アバクロ化する前にぜひお売りください。それはまあちょっと買取価格ってちょっと落ちるぐらいでしょって思いになるかもしれないんですけれども、まあ、一応ファストファッションのうちに入りますので、大きく値崩れします。例えば今まで、2500円や3500円で買取させていただいてたものが人気がなくなったり、例えば広島に店舗が撤退になったとなりますと、例えばその額が1500円、900円、800円といったようなですね、株価でいうと、右肩下がりの大暴落、もうギザギザドーンですね、すごい逆回転が起こりますので、そうなる前に、ぜひお売りくださいませ。これもかっこいいですね、縦のラインを強調した、こうシュッとしたタイプなんですけども、襟はちょっとカジュアルといったような組み合わせのデザイン性の高いアイテムかと思います。はい、ロリンザはですね、いろいろメンズアイテム大歓迎でございます。男性のお客さんはぜひロリンザにお電話くださいませ。昨日もですね、動画見たよとおっしゃられる方がですね、出張買取をご依頼いただきまして誠にありがとうございます。ロリンザは出張買取、宅配買取を行っております。宅配買取はですね、この動画で、もうくどいというぐらいに、申させていただいてるんですけども、広島県内のお客様、広島市内、広島市からですね、半径2、30キロをカバーしておりますので、広島市自体がもう、南の端っこにありまして、そこから半径30キロぐらいのお客様は私が、車を運転させてお宅までお伺いいたしますので、ぜひよろしくお願いいたします。昨日はですね、宅配、出張買取をご依頼いただきましたお客様はお引越しをされるということだったんですけれども、お引越しの際にですね、出るお洋服以外のもの、例えば、小型家電でありますとか iPad とか古い、携帯電話とかですね、
もちろんそのポスター、フィギュア何でも結構です。例えばブランド物の、保存袋とか、ショップバッグ、こんなにあるんだっておっしゃられる方も、これちょっとためる癖があってこんなに貯めちゃったって言われる方がですね、僕から見たらすごい可愛らしいなってちょっと思ってしまうんですけれども、そういった方もですね、きっちりとですね1枚ずつちゃんと買い取りさせていただきますので、よろしければテラベを読んでくださいませ。はい、ご用命の出張買い取りのご用命のお電話はこちらになります。広島県のお客様です。はい、前々からご予約いただきましたらですね、宅配キットで、佐川急便がご自宅まで行きますので、それはですねちょっと遠いお客様はこちらにまずはお電話くださいませ。はい、今日はですねザラをご紹介させていただきました。また拙いトークで申し訳ございません。今後とも頑張りますのでよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。